こんにちは。7月26日27日の2日間取手農業ふれあい公園にて行われる子どもアートフェスタにてキャンドル教室やらせていただきます。キャンドルケセラセラと申します。当日お作りいただきますキャンドルの紹介を今日はしたいと思います。当日お作りいただくキャンドルはこちらのキューブキャンドルになります。こちらの作り方なんですが、まず紙コップを用意します。紙コップの後ろに穴を開けてこちらに芯を通します。で、芯を通したところをガムテープで留めます。よく留めます。ガムテープがちゃんと貼れたら芯を割り箸で固定します。これで型は完成です。この中にこちらで事前に用意した6色のキューブ型のろうを入れていきます。今回は、オレンジと黄色と緑を使ってみたいと思います。お好きなようにいっぱいまで入れていただいて、いっぱいになりましたら今度は何も色をつけていない透明なろうを流します。はい、で流しましたらこれを実際はお水の中に入れて固めたいと思います。だいたい5分ぐらいですね。で、実際に固めたものがこちらになります。固まりましたら割り箸を取っていただいて、で後ろのガムテープを剥がします。その後に少し切り込みを入れて、紙コップをむしっていきます。はい、でこれで完成になります。持ち帰りは袋に入れてお持ち帰りいただけます。キャンドル教室は、26日土曜日1日のみとなります。興味のある方はご参加ください。キャンドルケセラセラでした。